メイドの土産。人生ノリと勢いだと思います、ね、ノリと勢いは大事です、うんうん、でもそれだけではダメです、うん、考えろっていうこと、そうそう、計画性もなかったらね、うん、お母さんもやっぱりちょっと勢いでやってきたこともあったけど、うんうん、はっきり言って勢いでやったことは全部今何も続いてない、計画持ってやったことしか続いてない。計画さえ立てたらもうあとはノリと勢い、そうそう、だから計画を立てんことは、うん、計画立てていけると思ったらもうそれは勢いでバンっていけばいいと思う。その代わりに勢いでいって失敗してもええかっていうぐらいの気持ちでお母さんは言った、うんうんうん、失敗した後にはこうしようっていう計画もあった、うんうん、だからそれはやっぱりそれじゃん、計画性は絶対大事じゃん。逃げることって悪いことじゃないですよね。どうでしょう。何から逃げるかやな。そうやな、うん、その逃げなくても頑張ればできることで逃げてるのか、あでもこれってもうどう頑張っても無理、もう追い込まれて私もあとはちょっとっていうぐらいまで追い込まれてるとこで逃げるのかっていうので全然違ってくるかな、うん、確かにね、そのほんまに頑張って追い込まれてるんやったら全然逃げることは悪いことじゃないし、うん、逃げて楽に なって次へ進めるなら全然 OK かな、うんうんうん、いじめとかやったら絶対に逃げた方がいい、うんうん、逃げた先に絶対何かあった、うん、逃げないと先には何かないぐらいに思った方がいい、まあ、だからでもいじめとかの問題になるとほんまになんかこうあんまり簡単にさ、うん、言われへん部分がいっぱいありすぎて、うん、愛したらいい、こうしたらいいっていうのはほんまに言われへんやん、まあ、ただほんまに世界は広いと思ってたらちょっと気持ち悪くやと思う。絶対何かいいことってあるよ、絶対いつかは来るから、そう、生き続けてればある、うん、絶対に、うん、それは思います。はい、学校のお勉強だけできても何の意味もないと思うのですがどう思いますか？学校の勉強だけできても何の意味もなくはないです、うん、学校の勉強できることによって人生の選択肢は必ず増えていくので、うんうん、何の意味もなくはないです、うん、ただ勉強できない人間がダメっていうのは、ま、のも間違いです、うんうん、まあ、いろんな人見てるから思うねんけど、全く勉強嫌いでさ、学校も途中でやめてさ、うんうん、何してんのこの子みたいな子が今すごいなんか起業してさ、うんうんうん、すごい頑張って成功してる人もいっぱい見てるし、うんうん、だからもうその社会でどう生きていく能力が培われるか、うんうんうん、そっちの方はすごい大事だと思うけど、うんうん、でもこの質問に対してやったら何の意味もないっていうのはちょっと違うかな。違う、うん、やっぱ意味はあります、絶対に、うん、学校の勉強ができてプラス社会的な能力があれば、うん、言うことないよね、バンバンなんや。でもな、ちょ言っていい、うん、今の考えのままで過去に戻れるとしたら、うん、いつ眠って何するとかいう話しようせんねん、する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 、要すんねんけど、うんうん、お母さんらの年代の人とそういう話したら、うんうん、大概の人が小学校か中学校に戻って勉強やり直したいって言い張んねん。へえ、なんでかって言うとやっぱり選択肢が広がるから、うん、そうやな、勉強をもっと頑張ればよかったっていう人は結構多い、まあ、っていうことは結局まあ大事なことなんやったんやろなっていうのは思います。さやかちゃんどう思う？さやか全く思わん、勉強しとけばよかったなんて。そう、なんか自分でさやか人生今楽しいし何にも悔いとかないし、だから思わんのやろうな、うん、これもアタックンが言ってたんや、勉強を頑張るっていうね、癖って絶対意外に勉強せなあかんね、大人になってからも、うんうんうん、例えば YouTuber やったら、うん、YouTube の編集の勉強は絶対にしないといけない、うん、YouTube の、システムの勉強を絶対にしないといけない、うん、でもこれって勉強をするっていう癖がついてなかったらできへんのよ、うん、その癖はね、今のうちにつけといた方が多分損はないんちゃうかな、うん、何の意味もないかどうかって聞いてはる分に関しては何の意味もなくはないです、うん、なくはないっていうことですね、はい、いろんな意味でな、そう、いろんな意味で、ね、はい、皆さんこんにちは、いつも楽しく動画見させていただいております。早速ですが本題へ、人生相談とまではいかないですが、せっかくなので、恥ずかしながら、歌手を目指しているのですが、うん、コロナの影響もありレッスンなどもなく毎日仕事して寝る日々を過ごしています。仕事に専念して夢は諦めようかなとも考えています。そこで今でも昔でも構わないのですが、皆さんは夢はありましたか、もしくはありますか。長文失礼いたしました。ありがとうございます。夢だわ。さやか夢あるよ。さやかの夢な中学生の時はな漫画家やった、初め漫画家になりたいって言って漫画家、あ今の夢はクレープ屋さんやりたいからね、クレープ屋さんやりたいなって思ってます、うん、あと YouTube で
いろんなことをして、うん、いろんな経験をしたいなと思っているのが夢です、はい、お母さんある夢お母さん夢この年で笑うなんともだねお母さんの時代ってアイドル全盛期の時代よね、うん、あの、アキナちゃんとかあ山口さんの前とかごめんだからアキナちゃんや聖子ちゃんとかもほんま全盛期の時代を、うんうんうん、こんな髪やろそうあのこういう感じの、ねうん、の人間やからさ、うんうん、やっぱみんな多分一回持ってると思う歌手になりたいっていう雅也君が普通に思ったのが今こういう YouTube とかあるから、うん、そういう歌とかやりたいのであれば、うん、歌ってみたとかよくあるじゃん、うんうんうん、それでもう歌って動画出してみんなに見てもらってっていうのでも、うん、なんかちょっと夢、ね、もしこのコロナ禍が終わっても何かにつながるかなと思う今の時代ってさ時代よ、ね、そういうのができるからお母さんらからしたらすっごい羨ましいよ、ね、可能性がいっぱいあってそうなんよどん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 そうやっていけば動画とかももし、うかな、うん、ちょっと出てたらねそのライブミニライブとかでもやったらいいしねそうそうそう、うん、どうも発信の仕方が何もでもある何もでもあるすごい羨ましい、うん、なんか諦めてほしくないかなそう諦めんでは全然いいと思います仕事しながら家で撮影したりとか全然いけると思います何があるか分からへんそう何があるかほんまに分からん、うん、この動画一つでデビューとかも行く可能性もあるしねそういう時代やからねそういうのいっぱい利用して楽しんでねそうそうこっちもちょっと楽しみやもし見てみたいもんなもしねやるんやったらちょっと教えてそういただければ、うん、全然聞いてみたい聞いてみたいです、うん、はいありがとうございます、はい私は大学3年の女です人間関係で悩んでいます大学生なのですが未だに無視があったり同期のことを差別されたりで正直しんどいですあと1年で部活自体は引退するので辞めたくはないのですがこれからどうやって過ごしていくのかも悩んでいますはいちなみに部活動は体育会系ですお二人の意見をお聞きたいですということです、うん、辛いよね無視されるって辛い無視が一番辛くない、うんうん、我慢してなやり過ごしたあと1年間部活に頑張ってやっていくか、うんうん、それかお母さんがいいと思うのは、うん、相手の人にもう聞く聞く、うん、なんでなんで無視すんのってあー、はいはいはい、お母さんいたらな、うんうん、聞いて、うんそれで話し合いができて関係が元に戻ればそれでいいしいいいい、うん、それでもあかんかったら、うん、もうそれだけの関係やからそうやな、うん、もうそれでいいんちゃうかなってお母さんは思うからそういう友達はいらんそうそうそう、ね、逆にもそこで人間関係っていうか、うん、人を選べる目がまた一つ養うこともできるかなってまだ大学3年生っていうことは何歳ぐらい20歳ぐらいか21ぐらい、うんうん、まだまだこれから先人生長いしあるあるいろんな人と出会うと思うから、うんその中で一つ目の試練、うん、っていうか勉強やな、うん、もうそんな程度の関係あっていらんとかいるとかやっぱり出てくるから、うんうんうん、出てくる出てくる、うん、そのままずるずるしょうもないやつと一緒に乗ってもしゃあないからしゃあない合わせていくのとかもめっちゃしゃあないから小学生の頃いじめ受けてたけどその時は時間が解決してくれたっていう感じかな、うん、まあどっちかやねどっちか、うんうんはい、いつも YouTube 楽しく拝見しておりますありがとうございます先の楽しみがない状態でモチベーションを上げる方法はありますか、はい、これからも YouTube 応援しています、はい、ハート先の楽しみ作ってください母さんも先短いのか、うん、元気に俺の15年ぐらいかなって自分で思ってんねん、うんうん、体的にやで、うんうんうん、でも何もでも気持ちでそれは変えれるやんか、うん、今の楽しみ何もうみんなと家族でユニバ行ったりさあー YouTube やってることからまさかこの年でこんなことするなんて思いませんそうやんなほんま人生って何やるか分からないなっていう感じよなそうやほんまにそう、うん楽しみって自分で作っていくもんやと思うから、うん、そうほんまに些細なことでいいと思います、うん、そうそうそうマジで人それぞれ違うやんこの仕事終わったらあの美味しいもん食べれると思ったらそれを楽しみに仕事できるやんそれだけでいいよそんな感じ その中でまたすごく楽しいことが大きなことが見つかるかも分からへんしモチベーションを上げる方法っていうか楽しみを自分で作っていくい、うん、作ることがモチベーション上げること、うんうんうん、かなと思いますうんうんはい、友達をたくさん作る方法を教えてほしいです、うん、友達はさやかも全然ほんまにいませんお母さんはお母さんもいないねあのっていうかあの、うん、そんなにいらんたくさん全然いらんちょっと分かれへんねこの方は何歳の人かも分かれへんから学生やったらなちょっとあれかもしれんけど、うん、中学生高校生かもしれんし、うん、でもやっぱそれ欲しいよな中学校高校で学生の間はここは欲しいわけどたくさんいても大人になったら全然会わへんし、うん、なんか本当に気の合う友達と会って楽しいんやったらそれでいいと思いますそうそうそう中学校高校の時に仲良くなった子でも大人になったらこうなんか淘汰されていくっていうか結局こんだけみたいなでもその友達が一番いいんちゃうかなそれが一人でも
も2人でもそういう昔からの友達ってさ、うん、全部自分のこと知ってくれてるっていうのがあるから大切やんか、うんうんうん、若い学生時代にいっぱい作ってその中からっていうのはすごい大事やけど、うんうん、その方法ってなると、うんうん、もうこれはコミュニケーションしかないもんな。自分から話しかけに行くと自然と多分寄ってくるし、コミュニケーションって言ってももう無理やり自分も奮い立たしてちょっと恥ずかしかったとしてももう話しかけるしかないってダウンが言ってた、うん、話しかけに行くことが一番の近道かもしれないですね、うんうん、はい、じゃあ次、いつも楽しく動画見てます。母上とさやかちゃんに相談。私は昔からテンションが高く友達と会う時も賑やかなタイプです、うん、昔は友達も私も同じテンションだったのですが最近私だけ昔のまま状態です。友達は年を重ねるにつれどんどんテンションが大人モードになるのに私は賑やかなままです。そんな友達は私と一緒にいて疲れないのかなと気になるこの頃です。直接友達にそのことを聞くと昔と変わらんなって安心するとは言ってくれます。うちの大使彼氏はそれがいいところやんと言ってくれます。その言葉を鵜呑みにしていいんですかね。周りに合わせておとなしくするかこのまま賑やかでいていいのかとても悩んでいます。どうしたらいいと思いますか。そのままでいいと思います。え、本当そうじゃない。何、うんうん、も変える必要ない。必要ないないない、うん、いいよ、賑やかで楽しくていいんだ。いいよね。そう、まあ限度はかもしれないけど、イエーイみたいな。まあちょっとおーおーってなるけど、でもほら彼氏がいいって言ってくれてるんやったらいいんじゃない。そんな理解してくれてるよね、うん、彼氏も そこが好きなんちゃう、うん、彼氏さんも。いや全然いいと思う。悩む必要全くないです。昔なんとかされてるよりさよくねーとか言って、うん、この子何楽しいやろというぐらい人間から人見てる方がこっちも楽しくなるな。そう、一緒におる方も絶対楽しくなるのでいいと思います。全然テンション高くいっちゃいましょう、うん、テンション高くみんな生きていきましょう。はい、オッケー。暗い気持ちになってしまった時はどのような方法で気持ちをポジティブにしていけますか。楽しみをもう自分から作ること。暗い気持ちっていうかうわーってこう病んだ時に、うん、地球をね想像するね、いつも、うん、地球想像してさやかはこの地球の中のここやん、ここのこの脳みその中のちっぽけな悩みやからもうどうでもいいってなるね。視野を広げてみるといいかもしれないですね、うん、ちょっとポジティブになる。あ、そんなんどうでもいいってなる。なんか好きなことをするしかないよな。そう、嬉しい気持ちに自分でしに行くというかね、それがいいかもしれないです、うん、こんな楽しいこともあるんやって思えるようなこと。そうそうそう、いいと思います、うん、はい、こんばんは。いつも動画を楽しく拝見しています。お悩み相談ということで、私の悩みは自分のことをネガティブに考えてしまい自分の良さとか長所をうまく見つけられないことです。私以外の家族みんなが声が大きくてその時言いたいことをズバッと言える性格だけど私は声もそんなに通らないし自分第一で自分がこうしたいっていうのを言えずに押されてしまいます。そのためか姉にきつい言葉を言われたりいちいち嫌味を言われたりします。自分をちゃんと出せるようになりたいと日々悩んでいます。長々とすいません。ぜひお二人のご意見を聞きたいです。自信がないんかな。でもそれかもう全然自分の意思とかその外では言われへんから自分に自信がないから言われへんくてめちゃめちゃ嫌やなと思うけど。どうしてんのそれは。どうもしてないね。嫌やなーとか思うだけやからさ。でもそれを変えるのは一旦それか自分を捨ててしまわなあかんなとずっと思うねん。もう自分というのをポッて捨てて違う人になりきる役者になる気持ちで人と接さなあかんなとは思ってる。あ、でもそれはあるよね。あるよね、うん、自分の長所ってなかなかさ見つけにくいやん。絶対この人もあると思うねんな、うん、例えば友達と何ご飯行きます、うんうん、何食べたいって言われた時に、うんうん、もうそれも言われへんのかも分からへん。だからそれはだから自分の食べたいものがあれば言う、うんまあ、そういう簡単なことからちょっとずつ練習していく、うんうん、行くように、そう、一個一個言っていけるように練習をしていったらいいかなと思います、うん、でお姉ちゃんにも嫌み言われるからさ、うん、お姉ちゃんそんなん言うんやったら練習付き合ってよって言ってお姉ちゃん付き合ってくれるかな。いやだからもうそんな嫌み言わんとってやって言える自分に なったら一番良くない。なんかそうやね、それを言いたいわけやん。あ、なるほど、そういう自分になりたいわけやん、うん、もうそんな言わんとってとか、うん、はっきり自分の思ってること言う。私かってこうやってこうやってこうやねんっていう、ね、そうそうそう、まあ見えちゃったな、うん、そうやったりとか、まあ、友達にあんまりそういうあんまりなガンガン言ったらあれやけどこれは絶対悪い性格っていうのはお母さん思えへんねんけどな。あ、確かに、ね、まあストレスはたまるかもしれんけど、そう
でもこれはすっごい気持ちはわかる、うん、でも直したいって思ってはるんやったらちょっとずつ練習な、うん、していって、お母さんはさ何食べに行くったら何でもええって言う、うんうん、それほんまに何でもええから何でもええって言う、うん、かといってなんかラーメンって言ったらうんって言うからみたいな何でもええんちゃうんか、うん、感じやねんけど、うん、そういう風にちょっとずつ無理なく、うんうん、やっていきはったらええんちゃうかな、一つずつ一つずつ、そしたらそれに慣れてくるかもしれんね、うん、声はちっちゃいのはお母さんもよく言われるよね、お母さん声ちっちゃいね、うん、中森明菜かって言われるもんな別にそれでも60年間生きてるからいけるんじゃないって、うんうんうん、思います思います、はい、はい、一緒に頑張りましょう、はい、いつも拝見させていただいております、私は高2女子です、うん、私は USJ が大好きで将来は USJ でイベントやアトラクションなどを考える企画の考案のお仕事をしたいと小学校の頃から夢見てました、うん、しかし私の父は頑固で昔の考え、そして自分の考えが全て正しいと思い込んでいて私に看護師の資格を取るようにと言ってきました、私はもう嫌だと言いましたが受け入れられず、分離選択も理系をやむを得なく選ぶことになりました、うん、父が私のことを思っているのも理解しているつもりですが、やっぱり許せません、父はそれ以外に自分勝手な場面が多く、私も泣いてばかりで母親も病んでしまわないか心配なほどです、看護師の仕事なんて好きじゃなきゃ続けられるものではないと思っています、ですが父に困らされている母親に将来少しでもお金を恵んであげられるようにしたいとは思ってます、そのために今いろいろ考えています、そして私は将来企画考案の仕事でなくても大好きな USJ に携われる方法を模索中です、前置きが長くなってしまい申し訳ないのですが、ゆうこさんとさやかさんは私はこれからどう頑張るべきだと思いますか、またお二人は苦しい時どう頑張ってきたか教えていただきたいです、うん、漠然とした質問で申し訳ないですが真剣に悩んでいるので、うん、ぜひ回答お願いします、うん、私はこんな苦しい最中皆さんの動画を見て、そして皆さんに出会えて本当に幸せです、これからも応援していきます、USJ にいたときはぜひ声かけさせていただきますということです、まず親の気持ちな、うん、親ってやっぱりいろんな経験してるやんか、うんうん、辛いことも乗り越えてきたりとか、うんうん、苦労もしてくるから、うん、それをもちろん子供に教えてあげたい、うんうん、そうじゃないよこっちの方がいいよって言ってあげたい、うん、気持ちはあるよね、もうみんなあると思う、うん、それはもう当然ね、うん、それは分かった上でお父さんの話を聞いてあげてほしいと思うね、それは分かってはると思うんだけど、うんうん、そうやな、うん、理解してるつもりですが、うん、そうそう、やっぱり許せませんっていうことやね、うん、そのこの許せませんっていう言葉がちょっと引っかかって、お母さんは確かにその嫌ですとかじゃなくって許せないっていうのがこれがだから問題やね、その親がこう押し付けて決めてしまうとほんまに許されへんってなった時がちょっと怖い、だってさ、うん、自分が歩みたい人生を潰されてるっていうぐらいの気持ちやん、うん、でないとこの許せませんっていう言葉って出てけへんと思う、結構ガガなんかな、そうそうなんやと思う、もうこうしとけ、うん、こうしとかな、うんうん、ま、しといたら間違いないっていう、お母さんが実はそう育ってんねん、母親一人で育ってるから、うんうん、母親がすごいやっぱ苦労してきてるから、うんうん、その苦労を同じ思いさせたくないっていう、うんうん、お母さんに対する娘に対する思いがすごいあったんやと思うね、うんうん、それは今でも分かんないけどな、うんうん、だからその親が敷いたレールの上をずっと歩いてきたわけ、うんうんうん、全て、うん、全て言うこと聞いてきて、うん、それは何でかってやっぱり片親やったし、言うこと聞いたらかわいそうかなっていうのもあったからな、へ、うん、ずっと聞いてきて、まあ、それが良かったか悪かったっていうの話は別にしてな、うんうん、でも選択するのは自分やねん、うん、ここが言いたい、お母さんは、うん、人生って全部選択の繰り返しやから、ラーメン食べる、お寿司食べる、それも選択や、うん、選択、もう全てが選択やね、うんうん、右行こう左行こう全てがそうや、うん、なんで仕事もそうや、この仕事がしたいあっちの仕事、うん、どっちがいいかなんて選択する段階では絶対分からへんわけ、うんうんうん、どっちを行った方が成功かって分かってたらみんなそっち行くわけやから、うんうんうん、だけど選択をせなあかん場面ばっかりにぶち当たるから人生って、うんうん、その時に自分の行きたい方を選択しました、うんうん、でも選択した以上は、うん、選択した方を成功させるっていう覚悟がないと簡単には選択したらあかんと思ってんの、うん、で結局成功してる人って選択 した後の頑張りで成功させてると思うね、だ先見の明があってさ、うんうん、これをやったら必ずとかさ、うんまあ、そういう人もいてはるかもしれんけど、どっち選ぶかなって言ってもやっぱりこっちの方がやりたいからこっち選ぼうって言って選んで成功させてる人は、うんうん、選んだ後の努力が多分半端なく頑張りはったと思う、うんうん、だからその選んだ方を成功させるための努力を惜しまないようにすれば、うんうん、
いいんじゃないかなってお母さんは思ってんねんやんか。でもこの人の場合は自分が選びたくない方を親に押し付けられてるやん、うん、そこは自分でもしお父さんの言うことを聞いて選んだとしたら、うんうん、それはあくまでも自分が選んだことやから、うん、言うてる意味分かる、お父さんのせいにしたらダメってことやな。そう、結局ダメってこと、こう許せないって言ってはるけど、うんうん、もしここでこの看護師さんの方を選んだとしたら、うん、選んだのは自分やね。そうやな。あのそこで何が何でもユニバの仕事やりたかったら、うん、ユニバの方を、うん、選ぶけど、でも、うん、でもお父さんが言うかなって言ってこう看護師の方を選んだとしても選んだのは自分やから、うん、そこでお父さんを恨むのはちょっと違うってことだよね、うん、違うかなって、うん、どうしてもそれが嫌やったらお父さんにちゃんと話して、うん、理解してもらった上で自分の好きな方の仕事に就く、うんうん、でも就いた以上はやっぱり、うん、あの努力して、うん、こっち選んでよかったなって思えてもらえるように頑張らないとダメかなって、うん、なるほどなるほど、うん、かなり厳しそうな人やけど、うん、やっぱりこれも話し合いかなって思う。俺、まあ、学校で働いてるやん、うん、体験入学とかで結構やっぱりおんねん、芸能系やから、うんうん、親の反対ってやっぱりつきもの、うんうんうん、でそこでも折れるんやったら、うん、折れるんや結局、うん、めっちゃ厳しいこと言うよ、うん、高校2年生で、うん、あのね USJ ってかなり過酷な職場やと思う。大企業やし企画公演やから、ね、自分の意見を形にして伝えてイベントを形にしていくっていう仕事やか、うんか、やったらこれめっちゃ厳しい言い方やけど、親一つ説得できへんのやったら無理かな。情熱を持ってぶち当たったら、うん、ちょっとお父さんの心が動くかもしれない、うん、例えばもうダイレクトにもう USG のアルバイトから入るって言っても、うんうんうん、各アトラクションのお偉いさんって意外とアルバイト上がり多いね、うん、ああそう、うん、だからそっからしっかりと そういうのも絶対見てるはずやから、うんうん、行動で示していくの、アルバイトから始めるとか、うん、そのお母さんにさ楽させてあげたいっていうのを、うん、これは気持ちはわかるけども、うん、まあ、親ってそんな求めてないから、うん、その子供に世話してもらおうとか、うん、お金欲しいとかな、うん、基本的にはそんな思ってないやろうから、うん、まあ、自分が幸せになって一生懸命頑張ってる姿をな見せてあげるのが一番いいんちゃうかなって、と思うから、そこまで考える必要はないかな、ね、うん、今はだから とにかくお父さんとの話し合いでしっかり、うんうん、進んでいけばいいんちゃうかなと思います。そうですね、うん、毎回動画楽しく見させてもらってます。ありがとうございます。今はコロナのせいで外へ出る機会が少なくなり、自宅で過ごすことが多くなりました。そして最近はネットや料理アプリを使って料理することにハマりつつあります。そこで優子さんとさやかさんに質問なのですが、私だけの自慢の料理ってありますか？またメイドの土産の4人それぞれで得意料理などあればぜひ教えてほしいです。もしおすすめなどあれば料理動画にしてもらえるとすごく嬉しいです。まだまだ大変な時期ではありますが、皆さんの動画を見て元気をもらっているリスナーの一人としてこれから応援しています。またユニバでお会いできる日が来るのを楽しみにしています。頑張ってください。新海さんからいただきました、はい、ありがとうございます。新海さんはお会いしたことがあってね、うん、応援してくれてるんですけれども、いつもあの得意な料理、うん、これといってこれが一番得意っていうのはない。でもまあまあ下手くそではないと思って。お母さんも全般料理うまいからさ何でも食べれる。でこの間さあれ買ったやん、電気圧力鍋。ああ、あれめっちゃいいよな。あ、そう、新海さんおすすめします。なんだっけ、アイリス大山、アイリス大山、アイリス2万円ぐらいで買ったんやけど、うん、あれポンポンって入れたらできるの。そう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 、さやかの得意料理はハンバーグ。イエーイ。大使は、大使さなんか結構さ一からさうどんこねて作ったりするの好きやん。粉からうどん作ったりするやん。そう、めっちゃ美味しい。あのね、そうあのさやかの誕生日に作ってくれた肉うどんがめちゃめちゃ美味しかったね、うん、あの粉からちゃんと作ってくれたやつ。そういうとこあるよね、うん、ある、うん、そっからすんのみたいな。そう、愛がこもってたわ。めっちゃお腹空いてるから早く作ってほしいんだけどそれあるよね、わかるわかる。粉からって何時間かかんねんみたいな。だけど、うん、まあね、そんな感じかな。大使はうどんでも1回しか食べたことなくて、結構鍋が得意かな。大使は得意とかある鍋な、パン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 作ってめっちゃ美味しいね。誰でもできる。スープから作る。でもいいじゃん、美味しいスープいっぱい売ってんねんから。たっくんは料理うまいわ。あの子は、ね、自分でこういろいろ考える。創作料理すごいね。あの子も何が得意というか結構何でも作るね。作れる、うん、あでも結構作って美味しいなと思うのがあのパスタ系かな。あのパスタうまいよね。美味しい。カルボナーラとかな。そう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 、めっちゃ邪魔臭そうなするもんね、うん、パパバーってするから。そう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 、みたいな感じです。ありがとうございます。
カッコつけてしまうのってどうしたら治ると思う？その言葉でカッコつけて言うのか、行動で示すのか、行動がなんかカッコつけてるのかっていうのも分からへんから、自分でさ、カッコつけてしまってるって分かってるんやったら、うん、それを、ね、ちょっとずつなくしていくしかないよな。カッコのつけ方が分からへんから、分からへんな、答えられへんな、これ難しいな。これも一回自分捨てても捨ててまわな、無理じゃない？そうやな、うん、そう、だからカッコつけて、まあ、もう今ちょっとやってもうたなって思うのをちゃんと覚えといて、覚えといて、もう自分で意識するしかないよな。意識するしかない、直そうと思ったらそれしかないよな、うん、でもなかなかほんま人間って難しいよね、治らへん、うん、癖があるよね。でも分かってはるんやったら、うん、まだマシ、マシとかの見込みがある見込みありますので一個一個直せます、はい、直せます、はい、あの自分で意識、ね、して、はい、直して、今のまずかったな思ったらそれをやめる、うん、やめる、はい、みたいな感じしかちょっと、うん、すいませんメイドの土産